前方敵だ。攻勢判断まだいける。活動停止。耐えてみな。ないよりはマシだ。こっちだ。攻勢判断活動停止。アクセラレーション活動停止。小型生体反応を検知。俺の方が早かったな。対象を発見。対象を発見。前方敵だ。対象を発見。対象を発見。さすがに邪魔の負けだ。攻勢反応の消滅を確認。
小型生体反応を検知。ラッキー。いい子だ。どあんなとこで何やってんだあいつ。降りられなくなったのか。仕方ない。ディマ、ちょっくら行って降ろしてやろうぜ。私、ラダル行商会のエイミー。ここめったに人通らないし、前見つけた人は笑顔で手だけ振ってどっか行っちゃうし。ああ、そういえばエダリ山脈ではしゃいでるやつがいるって聞いたな。あれ、あんたのことだったのか。こんなとこではしゃいで何してたんだよ。はしゃいでたんじゃなくて助けを求めてたの。必死だったの。薬草採集中にハルピューヤに捕まって、気づいたらあんなところに落とされてたのよ。そりゃ災難だったな。じゃ、気をつけて帰れよ。ちょっと待ってよ。こんなところで私を一人にする気？ラーカスの村まで連れてってくれない？ラーカスの村？山脈を越えた先だが、さすがにそこまで送ってくとなると俺たちも先を急ぐしな。そんな。とりあえずエダリ村で休んだらどうだ。ここからすぐそこだ。そうね。降ろしてもらえただけでもありがたいのに、その上送ってもらおうなんてずうずうしすぎたわね。あなたの助言通り、ひとまずエダリ村に行ってみるわ。ねえ、これお礼にあげるわ。助けてくれてありがとう。じゃあね。ま、もらえるもんはもらっておくか。少し休んでおくか。警戒態勢を。強制反応。活動停止。警戒は停止。出力しろ。出力低下。アクセラル。強制反応。活動停止。
邪魔するぜ。ラッキー。あの人、エダリ山脈を不要理術で飛んだんだって。いいなぁ、私も飛んでみたいなぁ。いや、空のことなんて聞かれても困っちゃうよね。空を飛ぶなんてそんないいもんじゃないのに。あ、こないだは助けてくれてどうもありがとう。私、しばらくここに滞在することにしたんだ。そこのお店にそのうち私のおろしたとっておきが並ぶかもしれないから、よかったら見てってよね。
動停止。遅れを取るなよ。構成反応の消滅を確認。おい、そこに誰かいるのか？あ、人だ。よかった。一人で怖かったよ。おい、泣くなって。とりあえず外に出るか。お前、行員のふりして勝手に入ったのか。あそこはもう廃校だし、危険だぞ。そうですよね、すみません。でも、どうしても。よかった、無事だったのね。もう、心配かけさせないでよ。あ、ごめん。でも、どうしても君にあげたいものがあったんだ。え？君が見てみたいって言ってた鉱石取ってきたんだ。それでそのもしよかったら僕とお付き合いを。ええ、彼女へのプレゼント、俺がもらっちまって本当によかったのかな。彼女には振られちゃったけど、切り替えて新しい人生を歩んでいかないとね。吹っ切るために彼女のために探した品は全部売ってきたんだ。本当はそれが本業だしね。君もよかったら町のお店を覗いてみて。おい、大丈夫か？水飲むか？水はダメなんだ。こんな私に生きる価値なんてない。じゃあベリーでも食べるか？ベリーさえも喉を通らない。私はなんてガッツのないやつなんだ。ガッツだったらいいのがあるぜ。これ飲んでみな。おお、ガッツがみなぎってくる。おお、元気になってよかった。私はラドル行商会のルーカスだ。助かったよ。せっかくニルベスまで来たのに、水質が体に合わなくて体調を崩したり、暑さで食欲がなくなってたりで、少し気分が落ち込んでたんだ。何事もガッツがないとうまくいかないな。そうだ、これガッツのお礼にあげるよ。また縁があれば会おう。さらばだ。ガッツだ。
全員無事たどり着いたと連絡が来ました。お、あれで全員だったか。よかったな。本当にありがとうございます。これで一つ心配が減りました。ああ、一つ。それで次の心配事なのですが、いえ、人生という道に迷ってしまったとでも言いますか。すまん、そっちは力になれそうにない。それで人生についてなんですけどね、でちょっと聞いてくださいよ。ラッキラッキー。対象を発見。対象を発見。あのマガマガしい塔が見えるか。ああ、集落のある方だな。このまま南へ進みましょう。あんな変な塔が突然現れて、ニルベスの人たちやトラ専属は大丈夫だったのかな。今は一人でも多くの方が無事であることを願うしかありません。私たちはあの塔へ向かいましょう。中に入ってからボルドールに対抗する手段を考えるんでいいんだな。その通りだ。内部を見て確信が欲しい。行きましょう。デュマちゃんが嘘言ったことないですもんね。
対象を発見。対象を発見。ラッキこの戦いは私を通じて。なんだ。なんとも寂しい光景だな。はい、まさかこのような事態に見舞われるなんて。これほどの事態にしては犠牲者が少なかったことがせめてもの救いか。思いのほか冷静だな。そう見えるのなら幸いだ。ここで取り乱したところで何も解決はせん。無論腹の中は煮えくり返っているがな。悪い。構わん。この暴虐の報いを必ず受けてもらうまでだ。相当だかなんだか知らないが、我らの聖地を怪我してただで帰れるなどとは思わせん。奴らのネットワークとやらにトラス専属の脅威を思い知らせてやる。そうですね。歴史ある聖地への冒涜、許されることではありません。ああ、ここは俺たちにとっても馴染みの深い場所だ。こんなデカブツとっとと同化してやろうぜ。ああ、ニルベスに生きる全てのものに代わって我らが鉄槌を下してやろう。ええ、今まで関わった多くの人々のためにも必ずやり遂げましょう。それじゃ気合い入れていくか。相当派やボルドールの存在そのものがスコピアムと融合しても永遠の平和がありえないという証拠だ。左遷ではない。このような寛大な処置をいただいたのだ。私自ら最前線で戦うことを志願した。ボルドールは一つの星の一つの、それな。今正直よ、ボルドールは共通の敵を前に。
ラッキー。対象を発見。対象を発見。ラッキー。ラッキラッキー。でっ、んと、対象を発見。ラッキー。対象を発見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 。活動停止。対象を発見。対象を発見。対象を発前方に構成反応を構成反応。
活動停止。まだできないわね。対象を発見。対象を発見。新たなる総統の居城へ。マルキア殿、レティシア王女。何しに現れた？皇帝陛下の命で皆さんに総統ハスコピアムの軍門に下る意思があるのかどうかを確認に来たんですよ。あると思うか。一度ならず二度までもニルベスとトラス専属の聖地を踏みにじりおって。マルキア殿のご意見が皆さんの総意であると。残念です。ですが皇帝陛下は慈悲深いお方。皆さんが断られることを承知でなおも機会を与えると仰せです。皆さんもまた皇帝陛下が守るべき宇宙に生きる人類だからこそ、拒んだ者たちには今のままでいることの不便と不幸をその身に知らしめよと仰せでした。その姿を見せられて考えが変わるとでも思っているのか？この姿を見て考えが変わらないならあなたもその程度の人間と。アマイズ処理の不適合反応だ。元が正常なスコピアムだったものを無理やりに改造したのだ。何にせよおとなしくやられるわけにはいきません。
きます。これって無敵な感じしません？質量消えた。消えたまわよ。冷静なあの個体の視界を翻弄するのは困難。まだ見せますよね。どうも無敵な感じしません。なぜ皇帝陛下のどこの奴だか貴様に分かるのだ。自分で自分が優しいとか言うやつなんて誰も信用しないよ。他人をするバカっていう人間なんかもっと信用できない。せよ、よい、踏ん張れ。静かにしていろ。融合プラントで検査を受けろ。さもなければ自体してしまうぞ。黙れ。何か言い残すことはある？お前のことは本当に大切な仲間だったんだ。だからスコピアムになってほしくて。もっと違うやり方だってあったでしょ。バカね。そうだな、そうだった。違うやり方なんてすっかり忘れていた。ベランジェ大佐には私が謝っておくわ。今はゆっくり眠りなさい。それ結局後で大佐に怒られるやつですよ。だから自分で電脳融合してるってことはやつもボルドールみたいに復活するのか？しない。ガストンのスコピアマイズは不完全だった。通常融合がオーバーロードした挙句の事故だ。彼のスコピアマイズが彼自身の意思だったのかそうでなかったのかはわからない。ディマちゃん、ボルドールに対抗する方法はわかった？まだ判断材料が少ない。先に進まねば。行きましょう。こんなこと、もう終わらせないと。残して行くのか？彼はきっと本気でスコピアムとの融合を受け入れていたんです。だから。そうだな。
この塔をどんどん上に登っていく必要があるってことだな。ええ、行きましょう。対象を発見。行き止まりのようですね。引き返しましょうか。不思議な雰囲気に惑わされてしまいそうです。前方敵が出てはないと。出や出や構成反応活動停止。制圧する。反応活動停止。ラッキから見た感じだと相当でかかったぞ。ひたすら上を目指すしかないということですね。警戒態勢を入らせるな。ここで頑張る。気力を止め。まだまだいけますよね。報告だ。エネルギー残量不足。気力を止め。試してみてください。ここは安全なようだな。こんなところもあるのか。対象を発見。
対象を発見。半分くらいは登れたのかな。どうでしょう、センサー波が遮断されている影響で私もこの中では標高を測れません。上を目指し続けるしかないってことですね。対象を発見。前方に敵がいるわ。まだまだ行けますよね。ここで頑張れば。エネルギー残量まだまだ行けますよね。死ぬわけにはいかん。前方に攻勢反応を検知。まだ行ける。ここで頑張らなきゃ。対象を発見。対象を発見。前方。エネルギー残量不足。ストレイヤーボイド。放射線波の活動停止。どう。行けるぞ。これって無敵な感じしません。ここまで来たら見たか。警告はエネルギー残量。どう踏ん張れ。まだまだバッティングレディ刻むわよ。昔は父さんに近づけたかな。対象を発見。ラッキー。ん？ここは静かだな。一休みしていってもいいだろう。
総員戦闘準備。対面は気力が耐えてみな。死ぬの決めるぞ。行け。対象を発見。ラッキー。あれ、行き止まりみたい。他の道を探してみましょうか。前方敵だ。まだまだ行きますよね。無駄に出力ふんばれ。それが強度の利点どうだ。どうぞ。では行きましょう。対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見。ラッキー。
対象を発見。ここから先へは行けないみたいですね。仕方ありません。戻ってみましょうか。対象を発見。どう？ラッキー。とった。やけに静かですね。休めるときに休んでおいた方がいいぞ。ようこそ星の世界の子らよ。いかがかな、新たな総統の城は。バルダール、ガストンのことは残念だった。彼は私に心酔してくれていて、ネットワーク内での総統の存在をより強固にするために自らスコピアマイズに志願してくれたのだ。だが結果は知っての通りだ。よくもそんなことを。彼の人生とその結末はネットワーク内で共有され、スコピアムの進化の小さいが確かな礎となることだろう。素晴らしいことだ。ボルドールを観察しているとスコピアムの融合進化の問題点がはっきりと浮かび上がってくる。ならばその問題点を共に解決し、共に進化しようではないか。特別なデュマよ、君はなぜ私が提唱する総統派への融合を邪魔しようとする？ボルドール、いや、あえて総統と呼ぼう。お前の行いはスコピアムの融合ではない、単なる侵略であり征服だと断定する。これを侵略だとするその判断がスコピアムの進化を停滞させていたのだよ。
これからのスコピアムはより積極的進化を目指す。さあ、星の世界の子らよ、共にスコピアムネットワークと接続し、銀河に繁栄を築こう。お断りします。頑固なことだ。だがネットワークにはそのように言いつつ、最後には融合を選択した多くの人類の存在が記録されているぞ。なあ、おい、まさかあいつも。まだスコピアマイズには至っていない。だが融合の深度が増している。ベランジェさん、ロラさんがあなたのことを待っているんです。もうこんなことはやめてください。無駄だ。融合経験のあるこの男は再度の融合でより適合性を深めた。私と共に新たなスコピアムの進化を深めることを選んだのだ。ベランジェ、彼らを説得するのだ。結局お前も何がしたかったんだよ。引き返すことができなくなった。それだけだ。ガストンは死んだ。ガストンだけではない。故郷の同胞、スコピアムと融合した者、しなかった者、このアスターの人々、多くの犠牲の末に私はここに立った。惑星ビープスをスコピアムの手から解放したかった。皇帝陛下ならば、総統派ならば、それをなすことができる。ネットワークに働きかけ、ビープスをスコピアムから解放できる。今ここで皇帝陛下と歩む道を止めてしまえば、今まで生み出してきた犠牲すべてが無駄になる。スコピアムと融合したんなら、ネットワーク上の多くの同胞の声に耳を傾けろ。視野を狭めるな。犠牲を無駄にしたくないのなら、己が生き続けなければならないとなぜわからない。ここで貴様が死ねば、スコピアムは、ビープスは、何も変わりはしないぞ。ベランジェさん、私はこの道を進むと決めた。私が自分で決めたのだ。ロラにはそう伝えてほしい。これは言葉は不要だ。これそれって無敵な感じしません？冷静なあの個体の視界を翻弄するのは困難だ。それだよ、スコピアの強さなのに。どうしてゴルドールの言いなりになっているのです。それこそがスコピアムとの魂を失ったのだ。私たちは相当派が間違いであることで知っている。耐えてみな。お前はまだ電脳融合してないんだろ。死んだらそれでおしまいだぞ。そうなる。それが私の限界だったということだ。これで直さなくちゃ。行け。よい。これで頑張らなきゃ。警告、エネルギー残量を見て。無駄よ。エネルギー残量不足。どう？出力ゼロ。踏ん張れ。
ということか。これでどうして、ロラさんに何て言えば。それがベランジェの選択だったのだ。何？惑星ビープスのスコピアムからの解放がそやつらの願いだった。だがスコピアムとの融合を選択する者が大多数を占めた結果、ベランジェたちは違う方法を模索した。すなわち相当派に類する存在となり、スコピアム側にビープスから分離するという進化を促す選択をさせるということだ。分離による進化だと？それこそありえない。そうだ、ありえないのだよ。だがありえない方法に希望を見出し、それにすがり力を得るためにスコピアムとの融合を選択し果てた。融合こそが人類の進化の唯一の解である少佐だ。おい、ディマ、そろそろ何かボルドールを倒すアイディアは出ないのか。あのボルドールと戦闘を開始してくれ。最終検証はそこからだ。お前のそういうとこブレないな。まだ抗うか。それもよい。それもまたスコピアムの進化の糧だ。抗生反応を検知、警戒態勢を。気を抜くなよ。ライト様までして、この星をミルベスと融合するのです。ミルベスだけではない、無論オーシリアスもバイルも融合する。まだオーシリアスの進撃を諦めていないのか。理解が遅いな。そんなさまつなことに興味はない。全銀河の融合の第一歩が偶然この星となったというだけだ。どうしてこれだけの力を人を救うことに使わないのよ。なぜ理解してもらえないのか。まさに今救済の第一歩を踏み出しているのだ。ビーツ、ヴァイルゼイ、そしてボルドール、お前たちに起きたことを見る。さすがの俺も連邦の未開学生保護条約の意味が理解できる。ベルワールドの民がか。ずっと銀河連邦とは反目してきたのだろう。今でもそれは変わらない。だがそれとこれとは別だ。刻むわよ。くらって無敵な感じしません？よい、来いよ。抗生反応発動停止。どう？素晴らしい、強いな。だからこそ惜しい。なぜ強い力を持つ人間ほどスコピアムとの融合を強く拒絶するのか。おい、待ちやがれ。いいデータを手に入れた。また相まみえるとしよう。次に出会う時は色よい返事を期待している。おい、これじゃ何の解決にもならないぞ。一体どうしろってんだ。エレナ、ボルドールの生体反応を検査してほしい。生体反応なし。完全に意識が途切れたようです。無事データ化されたということだ。ここからは私の出番だ。準備が良ければ皆一箇所に集まってくれ。今確信を得た。スコピアマイズした相手を捕捉するならば同じ地平に立たねばならない。おい、結局俺たちに融合しろっていうのか。その通り。だが
あくまで疑似的にだ。何？パラピアムで学習施設を利用したな。あの時のように仮想的にスコピアマイズと同じ次元にシフトする。ネットワークに侵入しさえすれば、その中にいるボルドールを追跡し、その根本を断つことができる。だがガストンはそれに失敗したのだろう。誰しもができる技術という話ではなかったはずだ。だから仮想なのだ。ボルドールのように肉体の死と意識の死が切り離された状態にはならない。ボルドールを追うためにネットワークに侵入こそできるが、意識と肉体いずれかが死ねばどちらも死ぬ。その仮想スコピアマイズは私にも可能なのですか？可能であると推察する。どこでどうやる？今この場でだ。このタワー全体が融合プラントと同じ機能を有している。おそらくこの星の人間と一度にできるだけ多く融合するためだろう。言ってしまえば意識だけスコピアムネットワークにダイブするようなもんだな。その間俺たちの肉体はどうなる？この空間に留め置かれ、意識を失ったような状態になる。この場で意識を失えたと？ここは敵地だ。自分の動かない肉体を放置するなどできるはずがないだろう。レチシア姫、無事？ローラさん？大佐、レティチア姫、ガストンと大佐のことありがとう。何もできませんでした。私は。そんなことはないわ。ガストンは手遅れだった。でも大佐はまだ生きてるわ。本当か？元はといえば、この星にスコピアムを呼び込み、皇帝陛下の心を変えてしまったのは私たちよ。その償いを今ここでさせてほしいの。皇帝陛下を倒しに行くんでしょ。体の護衛は私に任せて。お願いします。ディマちゃん、行こう。全員一箇所に集まれ。仮想スコピアマイズのためのデータ化を開始する。電脳融合。スコピアムと融合するとみんなこんなものが見えるもんなのか。ああ、知識を共有するってのはこういうことか。この流れ一つ一つがスコピアムの、俺たちの、ボルドールの。くそ、なんだ、流される。逆らえねえ。待ってくれ。くそ、このままじゃ俺はボルドールの流れに。レイ、しっかりして。レティシア、こっちよ。落ち着けそうな場所があるの。もう少し頑張って。ああ、すまねえ。ここは私たちが初めて会った場所よ。忘れるわけないだろう。でもどうしてこんなものが？ディマちゃんが疑似融合って言ってたでしょ。多分今の私たちってスコピアムになりかけているような状況なんじゃないかしら。パラピアムの学習施設と似た空気を感じるの。ってことはつまりこれは俺とレティシアの知識、いや記憶が作り出してる光景っ
ってことか。正確なことは分かりませんけどね。でもそうだとしたら、私たち二人でここにいられるってことにすごく納得できるんです。あの時空からやってきたあなたが私のこの星すべてを変えるきっかけになった。あんなに広大な宇宙にあんなにたくさんの星があって、あんなにたくさんの人がいて、そんな中で私がレイに会えたのってとんでもない確率の結果じゃないかしら。偶然といえば偶然だが、必然といえば必然なんだ。え？イーダスが落とされた瞬間にはもういろいろな要素が俺がここにやってくることを決定づけた。それ以外の選択肢はなかった。こう考えると必然っぽいだろう。え、俺たちはここでの出会いを大切にできた。だったら偶然か必然かなんてどうでもいいじゃないか。そうかもしれませんね。でも私はまだ足りない。ん？この後もずっとあなたとの時間を大切に生きていきたいんです。もうこの前のようなお別れは嫌ですから。そうだな、俺もだよ、レイ。よし、さっさとこんな不景気なところ抜け出して、この先のこといろいろ話そうぜ。楽しい計画立てないとな。がぜん気合入ってきた。賞賛はどれくらい？さあな。でもなんとかなる。行くか。え、スコピアムネットワークの内側、そしてボルドールの深層意識が投影された空間だ。仮想の体か。おい、今目の前にいるお前は本物か？私のこの姿もスコピアムネットワーク上に存在するデータだ。何か私たちの普段の意識の構成が見られているようで恥ずかしいですね。意識の構成が恥ずかしい？どういうことだ？レイ、あまりまじまじ見ないでください。ああ、悪い。いや、お前がそういうこと言うの初めてだから驚いちまって。ボルドールの深層意識が投影された空間ということは、つまりは彼の心の中ということ？正確ではないか。そう取ってもらっても支障はない。この空間でボルドールを倒せば全部終わるんだな。その通りだ。ただし気をつけろ、奴の心の中ということは。奴に不利なことは基本的に起こらないってことだな。その通りだ。ここまで来たんだな、やるしかないだろう。ええ、きっとなんとかなります。やはり想定以上にボルドールとスコピアムネットワークのつながりは強い。つながりが強いとどうなるの？他のスコピアムへの影響力が強くなる。そしてスコピアムネットワークから切り離すことも難しくなる。なぜボルドールはそこまで強くつながれるのかしら。この強固な接続は融合前から彼が抱いていた意志の強さである、執念を表しているのだ。意志の強さか。システム起動。